皆さんはじめまして、先端恐怖症と申します。突然ですが、皆さんご存知であろう、レレレ打ちをする上で、絶対にやってはいけないことっていうのがあります。それをご存知でしょうか？それは、W キー、パソコン版で言うと W キーを押すこと。PS4 版で言うと、前、上ですね。上、前を入力することです。これを知らずに、どんどん前に近づいて打ち合いをしようっていう人が、初心者の方だと多いと思います。絶対に打ち合い始めたら、前に進む入力をしないことです。理由としては、確かに前に進むことによって敵の面積が大きくなって、弾を当てやすくなるというのはあります。が、しかし、それは敵視点も同じで、まあ、このダミー人形になってると思ってください。敵視点も同じで、敵から見ても自分が大きくなってるんですよね、どんどん。つまり、自分から的を大きくしに行ってる行為になるわけですね。ただ、それは相手も自分も前キーを押すだけ、前の入力を押すだけだったら、条件はイーブンになりますよね。お互いの条件は一緒。お互いの条件は一緒の中で、こういう打ち合いになりますよね。ただ、基本的に敵っていうのは、横軸の動きをしてます。もしこの敵が、前の入力をしない方がいい、絶対にしない方がいいっていうのを知っている敵であったとしたら、横の入力を最大限、横軸の動きを最大限活かしてるわけですよね。っていうことは、自分は前に行く。敵は横軸の動きをしてる。ってことは、まあ、単純に言うと、こっちは敵の弾を当てづらいですよね。こう横に動かれると。でも、敵からすると、前の入力だけをしてるわけだから、どんどん標的が大きくなってる。かつ、横の動き、横軸の動きが少ない状態なんですよね。だから、敵から見ると、もうほぼ直立の状態でどんどん的がでかくなってるだけなんですよね。上手い方の動画とかを見ると、必ず前に進みながら打ってるって場面が少ないと思います。理由としては、横軸の動きを最大限活かした方がいい。だから、前に進むのをやめる。まあ、止まるって感じですね。止まって、真横の動きだけをする。真横の動きだけをして打つ。っていうのが、レレレ打ちです。そもそも、レレレ打ちっていうのを、なぜするのか、ご存知でしょうか？レレレ打ちっていうのは、敵の弾を避けるためにする行為です。このゲームは、敵に弾を当てることよりも優先しなければならないことがあって、それは敵の弾を避けることです。敵に弾を一生懸命当てようとしがちだと思います。特に初心者の方は、当てようとするから、どんどん前に近づいた方が当てやすいから。当てやすいから前に出ちゃう。っていうのがあると思うんですけど、まあ、もうめちゃくちゃ極端に言うと、一発当てるだけでいい。こっちに弾が一発も当たらない状況で、敵に一発当てれたら、それを繰り返して繰り返して繰り返していけば、いつか絶対勝てますよね。そういう認識を持っているといいと思います。そのためのレレレ打ち。なので、ただレレレ打ちをすればいいっていうものではなくて、避けるためのレレレ打ちっていうのもしなければなりません。具体的に言うと、例えばですけど、基本的にこうやって動きますよね、敵は。お互いこうやって動きますよね。なので、あえて、ずーっと左に行くっていう、モーションを途中で入れる。こう動いてて、こう動く。とか、あえて、こう、こう、こう、ここ、みたいな。この幅を変えるとかね。っていう風に、打ち合いの中で工夫しなければならないんですね。なので、ただ、レレレ打ちをする。で、いいエイムで当てる。じゃなくて、自分がどういう風に動けば相手の球を避けれるのかっていうのを打ち合いの中で、まあ、感じながら、駆け引きするわけですね。で、かつ、相手がどういう風に動いてくるかっていうのを予想する。お互い読み合いなんですよ、これって。なので、ただやればいいってもんではなくて、考えながら、感じながら打ち合いをしなければなりません。で、
レレレ1がある程度できるようになったら、このしゃがみですね。しゃがみを、こう、折り混ぜる。レレレ1に。をすることによって、敵から見ると、しゃがみ打ちを、まあ、屈伸打ちって言うんですけど、屈伸打ちをされるだけで、上下の動きもしなきゃいけない。敵視点、今まで横の動きだけで追えばよかったのが、さらに縦も加わる。で、しかも自分の動きもしなきゃいけない。で、しゃがみもしなきゃいけない。敵の仕事量を増やすという意味でも、このレレレ打ちの中で屈伸打ちっていうのを取り入れるっていうのは大事になってきます。で、それから、打ち勝つ方法なんですけど、まあ、敵に弾を当てればもちろん打ち勝てるんですけど、このゲームってヘッドショットっていうのがあります。ヘッドショット。まあ、威力が 1.5 倍だったり、まあ、2倍近く出ます。なので、できる限り、決勝を狙った方が打ち勝てます。お互い同じエイム力だったとして、相手は胴体にこう当ててくる。で、自分は、必勝、まあ、一発ぐらいでいいです、もう。一発折り混ぜるぐらい。でも、早く勝てるんですよ。なので、打ち合いの中で、狙うべきは頭です。めちゃくちゃ狙ってください。当たればいいなーじゃなくて、もう当てに行ってください。思いっきり。当たれば強いのは皆さんご存知だと思うんですけど、めちゃくちゃ、そのとっさの場面で意識して、頭をめちゃくちゃ狙う。っていうようにすると、結構高確率で打ち勝てるようになります。決勝、まあ何発かこうやっては外しながらこうなると思うんですけど、その中で決勝が一発二発あるだけで、もうだいぶ有利取れるんですよね。まあ今の話を逆に言うと、いかにヘッドショットされないかっていうのも大事になってきます。その上で、ただ横にレレレ打ちをしてれば、敵視点はこうやって頭の位置に動かすだけでいいですよね。だけど、屈伸、しゃがみを途中から入れることによって、敵の頭の位置も変わってくるので、単純に頭を狙ってる敵だったら上下の動きも必要ですよね。だから上下の動きも こういうエイムをしなきゃいけないわけですよ。といったところで、屈伸打ちっていうのをぜひ入れてください。で、それから打ち合いの中で絶対にやってはいけないことっていうのがあります。それはジャンプすることですね。まあ、ショットガンの場合はちょっとまあ別なんですけど、ジャンプして避けようとする人って結構多いと思うんですけど、ジャンプの空中ってほとんど制御できないんですよ。だから、まあ、言ったらまあ棒立ちみたいなもんなんですよ。もう、そのジャンプした地点から落下点までっていうのはもうほぼほぼ予測できる。で、しかも相手は予測できないレレレ打ちをしてる。で、状態で自分は予測できるジャンプ打ちをしちゃうわけですね。まあ、ただ、レレレ打ち、屈伸打ちを極めてる中で、あえて、まあ、お互い、その、絶対ジャンプしちゃいけないっていう状況の中で打ち合ってる中で、どこかの場面で、あえてジャンプを入れるっていうのも一つの手ではあります。が、基本的にはやってはいけないこと。だから、相手の裏を書く行為なので、その裏が確実につけるなっていう状態で一回入れるぐらいですね、ジャンプ打ちは。それ以外はほぼジャンプはしちゃいけないです。はい。以上が打ち合いの中でやってはいけないことです。打ち合いが始まったら W キーを押さないこと。それからジャンプを積極的に折り混ぜないことですね。裏を書く場合は別です。それから避けるためのレレレ打ちをすることです。はい、他にもですね、打ち合いに勝つ方法っていうのがありまして、まあ、パターン集というか、この場面だったら勝てるよね。この場面だったら負けるよね。っていうのを、より細分化していくと、結構セオリーで勝てるようになるんですけど、まあ、その話は、まあ、動画の時間上、次の動画でしようと思います。ぜひ、チャンネル登録、高評価、Twitter フォローなど、よろしくお願いします。ということで、以上、打ち合いではやってはいけないことでした。